聖火神社旧地域と現在社の鎮座する薬師山聖火神社は和歌山県和歌山市和田にある神社。式内社で旧社格は孫社。現在はヘッツイ山の神社の境外拙者。伊達神社、島神社と共に帰産所社と称される。祭神は次のと柱。社家のうか氏しの文書によれば祭神は秘訣神とされていた。別説として俗風土記では 紀三書者が、伊達そ三神を分祀するとし、聖火神社祭神を、とあさと姫命に推定する。一方、木の国である木の国の、鎮火の神であったとする説もある。また、住吉大社神代行きでは、住吉大社拙者の船玉神社が、騎士の神であり、島神、聖火神、伊達神の本社であるとしている。創建は不詳。 元々は、現在地の東約200メートルの地に鎮座した。俗風土器によると、聖火神社は、永任年間以前に廃絶したとされるが、長京元年の日前宮文書には、すりごく三枚一頭聖火神社に当てた記載がある。南紀徳川文によると、教法8年頃までには廃絶しており、同年に、和歌山藩によって、薬師山に社殿が再建され、 ヘッツイ山の神社が管理したという。国史では、いずれも、伊達神、島神と共に、上和11年に、正五位した、歌唱3年に14位した、上元元年に正4位した、上元17年に、13位の深海少女の記事が記載されている。演技式新名庁では、木の国名草軍に、聖火新社名神台と記載され、名神大社に列しているほか、名帳では、 正一くらい聖火大臣と記載されている。いずれもヘッツイ山の神社に比して上位である。かつては、伊達神社、島神社とともに、帰産書社と称されたとされる。帰産書社の記載は、永正三年の収納前朝をはじめとして、中期天人二年上両人秘書四区神下等に見える。住吉大社神代記では、帰産書社の由来について、神宮皇后が、 三冠性伐に用いた船三層を竹内スクネに祀らせたことによるとする。また、当地の和田村はかつて、日の熊神宮、国掛神宮の神領であったため、聖火神は同神宮や木の国作り家に深く関係した。同神宮境内に祀られている草宮では、9月15日に聖火神が進行して、聖火祭りが行われたという。明治6年に、 近代社格制度において尊社に列したが、明治42年に、ヘッツイ山の上社町社の稲荷神社に合使された。昭和25年、元の役師さんに社殿が造営され先座した。ありがとうございます。